はい、パーティーゲームがお送りするアクトレイザールネサンス続きをお届けしてまいりますよね。はい、ブラッドプールの代理校ですね、引き続き開拓中といってもね、もうほとんど行ける場所には全部行きました。で、割には工場5つ以上建設っていうサブクエストがね、満たせてないというね。多分ね、広いところをどっかドカーンってまた壊したら、もしかしたら工場を作ってくれるかもしれないんですけども、工場も大事だけども、畑も大事だからね。あんまりどっかんどっかん壊したくもないしなっていうのであるんで、もうこのままね、ストーリー進行しちゃいます。はい。さあ、これがどうなるか、ちょっと怖いところですね。襲撃クエストです。はい。神殿の完全破壊、田畑の完全破壊、あとダニエラの戦闘不能、敗北条件がいっぱいあるので、十分気をつけましょう。っていうことを考えるとね、もう早い段階から柵をね、大量に配置しておくとよろしいかもしれませんね。だいたいここら辺から出てくることが多いなみたいなあたりにですね、今ちょっと柵を作りました。どんどん生産されますからね、本当に防衛柵はもう使うときにバンバン使ってみてもいいんじゃないかと思います。ダニエラはやけん、この辺にいてくれたらいいんじゃないかなと思う。あーでもこの辺からも出るね。はい。あ、なんか赤い鳥のようなやつが出てきましたね。また見覚えのないやつですね、これが。待って、こいつなんかやらかそうとしてるね。あ、家を壊、あ、こいつ工場壊すんか。めんどくさいことしてくれるね。お、あ、火の鳥だからか。雨を降らせるのがどうやら効果的なようです。はいはいはい。あー、でも奇跡は何回も使えるわけじゃないんでね。パーティーゲーム様、あの魔物は他の野菜とちょっと違いますね。オーラのようなものをまとっています。どれどれどれ。どうやらあの魔物は魔法攻撃に対して耐性を持っているようです。ダニエラを向かせるのは得策ではないでしょう。ルトスを向かわせるか、砦で倒していきましょう。うん、倒したいんだけども、ゲージが溜まってないからさ。ちょっとこいつなんとかして。しゃあない。奇跡はなんとかしようか。はい、ゲージが溜まりました。なので、従来通りヒロトスにこちらを任せます。よろしくお願いします。さあ、ちょっとね、空を飛ぶ敵とかが増えてきてるから、意外とこうあれだね、なんつうんだろう、この鳥はどこに向かってる、ここかな。このちょっと残るのがムカつくわ。ダニエラにだけもうちょっと近づいてもらって、この火の鳥にちょっと対応していただくしかない。あー、えらいぐるっと回るね。今一度恵みの雨を叩きつけます。さあ、この通常の敵に関してはね、魔法砦か、結構今いいダメージを叩き出してましたね。ああ、でこのオーラをまとったこいつらね、こいつらがだから、ああ、そういうことか。あ、本当だ、全然効いてない。なのでヒロトスを向かわせた方がいいんじゃないかって話ですね。もう何もせんでも向かってるけど、ちょっと、ああ、そっか、砦の移動できないんだよね結局。そうこうしてるうちに下からもまた来るね。ちょっと下はね、あっちは弓取りで配置してるから、とりあえずは、とりあえずはいいにしましょう。お、サイクロン群れ。こいつはこの防衛策にちょっと気を取られてるようなので、お、なんだ？あ、嘘！
あーちょっと待ってよ、やっぱりあの赤い鳥なんとかしなきゃいけないんだね。田畑がだからこことここと、こことあのこの端っこか。ちょっと待ってよ。とりあえずまずダニエラを最初は、いや待てよ、ここ防衛取って取ったってか、とりあえず弓取ってが何とかしてくれるだろうから、ここと、ここら辺に柵が作れないのが痛いね。旗を守るのが優先かな。だからもうちょっとだけこっち、こうしておけば、おおほらほらもう一発で倒してくれた、強いダニエラうん、だからダニエラも鳥かな、鳥モンスター優先で行動させる感じしましょう。でまあそれがね、一段落すればこっちに向かせてもねいいと思います。こいつらはこの防衛策に気を取られるのでいいんですけども、あ待って下から来てるね、またダニエラを向かせようか。あちゃうね、あー上飛んでったね、多分こっちの田畑を狙ってんだよね。じゃあこっちしようか。で、フェロトスはこっち、あとは今のところ大丈夫なんよね。うん、ひとまずね。はい、ありがとう。で、ダニエルを、ダニエルじゃない、ダニエラを、もう一回こっちに引き戻すか、それとも、どこにでも行動できるような場所に一回避難させておきますかね。いや待てよ、でも神殿が攻撃されてるな普通に。あーっと待ってよ、あー全然スピーがない。あーちょっと待って、あー下、あーまあいいわ、下のハタハタはもう諦めよう、ごめんね。まあおとりじゃないけども、神殿自体もちょっとやばいからね。で、フェロトスも、ダニエラも、ごめん。ダニエラもこっちに移動させて、多分これが最後。だよね。わずかながら奇跡の力も使って、はい、OK。あでもあれだね、あの今回の火の鳥による襲撃がね脅威でしたけども、流れが分かんないと対応しきれない部分もあるから、案外一回状況を見てね、ゲームオーバーになってから対策を取るみたいな遊び方になりがちかもしれませんね。今後は神を聞いてらっしゃるのでしょうか、私は告白いたします。幼い頃私は両親と共に魔物に追い立てられ、あの古城の地下へと巡りつきました。そしてその城こそウルフ・ゼッペリンの異常だったのです。両親は私を地下に隠した後、私が見つからないようおとりとなって奴に殺されました。それから私はずっと仇を討つことも逃げ出すこともできず、あの古城の地下で隠れ暮らしました。城の地下には書庫があり、希少な魔導書を読み漁るうちに魔法の力は扱えるようになりました。けれどどれほどの魔力が備わってもウルフ・ゼッペリンへの恐れは消えませんでした。私は誰よりも知っています。ウルフ・ゼッペリンは人の力でかなう相手ではありません。ブラッドプールの民はこの地を去るべきです。それが命の助かる唯一の方法です。
パーティーゲーム、あ、はいはい。人口、あ、でも足りてない、ちょっとだけね。とりあえずまずレベルアップ。足りてないと申されるけども、あ、まあでも今ここをちょっと崩されてしまったから、ここら辺がね、また復活すれば、人口が今230だけど250に達するかな。あ、工場できた。あ、よかったよかった。神よ、我々は工場の数を増やし、橋の開業に十分な資材を手にしました。我らの人口から新たな橋はより長い季節を耐え抜くことになるでしょう。何か変わりましたかね。僕の目には同じものに見えますけど。まあだから、多分城を破壊して作り直すとかいう行為は多分必要ないですね。はい。そっか、魔法砦が壊されちゃったから。でも魔法砦がせっかく作れるようになってね、イエーイと思ってたら、まさかの魔法耐性っていう話が出てきたので、結局こういう風にまとめといた方がいいような気がしますね、結局は。ひとまずはですよ。今日上限が282になったので、あ、一気に今増えましたね。ああ、オッケーオッケー。おう、神よ。我々は神よに授かったこの地を守り、ウルフ・ツェペリンの要求へ抗う決意をいたしました。その意思を示すべき。これより次なる魔物の末へと向かいます。お願いです。考え直してください。ダニエラ。君が我らを心配してくれてるのはわかる。だが、我々にとっては命と同じくらい、生まれ育ったこの時が大切なのだ。さあ、ということで、最後の魔物の巣をね、撃退しに行きます。さて、行きますかね。このパート中にもしかしたら行けるかもしれないですね。ブルフ・セッペリン、まあ最終的にはあいつを倒すんだろうと思いますけども、よいしょ。あ、下があれですね、沼になってる、毒の沼になってるので落ちないように気をつけましょう。いけ、あ、ちょっと、ちゃう、ちょっと待って、難しいね、まあまあ、あー、もうこの赤い魔物が厄介。ちょっと待ってよ。落ち着いていこう。はい、出ました。もうあとは叩き込むだけです。切り上げ攻撃がね、無敵効果があるので、合間に入れておけば、意外とこう、ね、本体から出てくる攻撃なんかも当たらずに済むかなという感じがしますね。さあ、これで魔物の巣は全部なくなりました。まあ、ウルフ・ゼッペリンが何かしら、強行するかなっていう感じですよね。神よ、魔物の巣が封じられました。ああ、なんとウルフが、私の慈悲深い警告を無視するとは。サマラの土地への執心はよく分かった。では、こうすることとしよう。サマラ・ブラッドプールの民は、この地に生き続ける限り、永久に私へ、生贄を差し出すのだ。たったそれだけで、愛する土地に留まり続けることが叶う。実に安い犠牲であろう。次に私が訪れるまでに、今回の生贄を誰にするか決めておくのだな。まあよくある話ですね。はい、文化レベルが上がりました。パーティーゲーム様、魔物の巣を順調に封じて、地上の魔物の数も減ってきましたね。はい。
これね、フィルマーの時にもありましたけども、今後は多分、一定期間ごとに、強制でね、奇襲、クエスト、奇襲が発生するので気をつけましょう。ウルフ・ツェッペリンに生贄を捧げるか、ブラッドプールの血を去るか。ああ、カビよ。我々は一体どちらを選択するべきなのでしょうか。どちらを去りましょう。そうすれば誰も傷つくことはありません。皆はすぐに納得しないだろう。民の中には、ダニエラ、お前を生贄に捧げるべきだという意見もあるのだ。僕もその時を立ち去りたくなんかないな。だからここは生贄を出すことにしようよ。ティディ、あなたまで何よ。でも、誰も自分だけは生贄になんてなりたくないだろ。だからほら、くじを用意したんだ。これで誰が選ばれても恨みっこなし。ブラッドプールのみんなの安全のために、たった一人が犠牲になる。それしか、ないのかもな。そんな、よし、決まりだね。さあみんな、くじを引いて。多数の安泰のために一人を犠牲にする。それが人間たちの選択というわけですね。あ、今、くじ引きの結果が出たですよ。あれは。ああ、チュディ、なんということだ。お前が生贄になってしまうとは。ああ、自分で作ったハズレくじを自分で引いちゃうなんてな。彼じゃさすがにマークも言えないや。ティディ、まさかあなた最初からそのつもりで。何言ってるんだよ。これはくじの姿を借りて、神様が決めたことだ。神様は君が生き残るべきだって言った。だってダニエラ、君の魔法は本当にすごいんだ。だからもっと自信を持ってよ。それでこれからも、僕の故郷を守ってくれると嬉しいな。これからなんて、だってそんな風に生き残っても、その街には、ティディがいないじゃない。生贄となるものは決まったか。別れの言葉は告げ終えたか。では教えてもらおうか。私に捧げる生贄のありか。誰も差し出しません。なんだと。このブラッドプールからは誰一人、お前のために犠牲となるものは出しません。そのためなら私、お前とだって戦います。あ、あの光はもしかして。英雄、二人目の英雄が、開花しました。英氏かな、これは。英氏の宝玉です。ダニエラは、精力の英雄だったんですよ。私が、英雄？英雄だと？ふっ、くだらない。そのような儚い希望、今ここで追いさせてくれるわ。魔物の群れだ。それも今までにないほど大軍の。みんな、戦おう。大丈夫、きっと勝てるよ。何せこっちには、大魔法使い、ダニエラがいるんだ。この街は私が守る。戦って勝ちましょう。表情が変わりましたね、ちょっと。最後のジュース、あれかな、襲撃クエスト。ああ、もう、敗北条件がびっしり。工場の完全破壊もまたね、達成、達成、それね、工場の完全破壊も敗北条件に入っているので、工場を狙う敵も出てくるということになりますね。それらに全部対応できるかどうかってとこですね。だから、ちょっとここは時間をかけて、文化レベルも上がりましたし、街を作り変えなきゃいけないかなと思いますので、ちょっと時間がかかります。だから、全部カット。しますね。はい。はい。一応、あらかた、文化レベル3に合わせてね、家やら、工場やら、畑が作り直されたんですが、ちょっと、奇襲クエストがね、発生しそうになっているので、もうこのタイミングで、襲撃クエストをね、実行してみたいと思います。ちょっとうまくいくかどうかわかりませんけどね。はい、頑張ってみましょう。砦は全部、最大まで強化してます。まあ、来るとしたらここから来るんだよな、ほとんど。なので、柵はこの辺にね、がっつり作っておきます。で、まあ、この辺の襲撃も多いので、この辺と、この辺かな。ただ結局空飛ぶやつが多いからね。とりあえずダニエラを。まずは一旦この辺へ。
パーティーゲン様、古城の方から巨大な翼を持った赤い魔物が現れ、上空から砦に侵攻を始めました。あの巨大な魔物は危険です。あれが勝利条件かな。いや、あーと思ったけど、いきなりドカーンってやってきたね今。あっという間に砦が壊されていくよね。まあ砦はね、あの破壊されても敗北条件には含まれてないので、それはいいんですけど、それはいいんですけど、なんでここっていうところに建てれないんだろうね、防衛をね。あ、でも待ってよ、この赤い魔物も、まあすで、まあまあすでに減ってるね。案外いけるかもしれん。ちょっと待ってよ。両方に効果があるのはこれか。でも、こうしてしまっての、で、ヘロトスをここへ召喚する。回復もね、相手を取ることも怠らずに。が壊された。お、ドカーン、巨大な魔物、あ、これでもう終わりか。やったあの、私勝手にあんなことを言ってしまってすいませんでした。ですが神には何に誓います。私はもう逃げません。私の持てる魔法の力すべてを使って、皆さんは絶対守ります。だから、感謝ことすれ、あなたを責める者はここにはいない。ダニエラ、そしてテディ。一時でも生贄のことを考えた弱い我らを許してくれ。我々は土地も、民の命も諦めない。どうか力を貸してくれ。共に戦おう。はい。この、器用なダニエラが英雄だなって、驚いちゃいましたね。本当に私も同じ気持ちです。少し前の自分だったら受け入れられずに耳を閉ざしたことでしょう。ですが今は私にみんなを守る力があるのだと信じたい。だから私は英雄だというその心を胸に戦います。はい、ですね、まっとうなストーリーというかね、こういう展開は何回見てもワクワクします人によってはありきたりだっていうかもしれないけどね、うん、おう、カビよ、湖の北東に位置する黒き森より翼を持つ魔物が現れました。おそらくあれも工場の主ウルフ・ゼッペリンの放った企画でしょう。その魔物は空を自在に飛び回り、地上からはとても太刀打ちできません。カビよ、我らはあの魔物に加えられる日をただ待つことしかできないのでしょうか。これって要するに僕の出番ということでしょうか。仕方がないですね。はいはい。ハーチゲーム様、上空から魔物どもが町に向かっていきます。あいつらは僕の槍で退治してやりますよ。さあ、かかってこい。あんまり近づきすぎないようにね。
こっちからも来てる。違うか。翼を持つ恐ろしい魔物がブラッドプールの空から消え去りました。神よ、あなたがお守りくださったのですね。ハイキングム様、僕がアンカーを割ったおかげで人間たちが守られたんですよ。どうですか、偉いでしょう。褒めてください。褒めてくださいって。さて、おう神よ、息子のティディがまたいないのです。ここまでの一件ですかに大人になったと見直してたのに、あのこと来たら。西の方に不自然に魔物の集まっている場所があります。天使様、そこにティディの姿はありませんか。なんで僕が。私の力では魔物の気配を探るのが精一杯なんです。ですが天使様の力であれば、あったく仕方がないですね。誰誰。ああ、確かに西の洞窟にティディがいます。あの子は魔物に囲まれて身動きが取れなくなっているですね。天使様、ありがとうございます。皆さん、魔物に囲まれたティディを助けるために私が魔力を放って魔物をこちらへ引きつけます。どうか一緒に戦ってください。また襲撃クエストですか。結構続くね。ちょっと一回セーブしますね。でも時間的にちょっとあれだな、しんどいね。でも今氷の魔法が手に入るって出てたので、多分これ終わったら魔法が手に入って、そしてってなるかね。もうちょっと続けようか。頑張ろうか。じゃあ、でもさ、よく考えたら砦作り直したりせんやけないな。だって全部壊されちゃったからね、砦。やっぱりだからここで一回パート終了しようか。はい、じゃあここで一回パート終了して、しっかり盤石の体制を整えて、次のパートは、新たな襲撃クエストにね、挑んでいくということで、まあおそらくブラッドプールでの物語ももう終盤かなと思いますんでね、はい、引き続きお楽しみいただければと思います。はい、ということでアルトレイザールネサンスのプレイ動画、次のパートに進みます。